ジークロ X スーパーライトだ。かわいい。カルサのパワーだ。え、1万6000円の高級マスじゃないですか。買いたいなぁ。面倒を見きれないでしょ。そうですよ。だいたいうちにはもう G303 がいるじゃないですか。かわいいのにな。かわいいだけじゃマウスは買えないんだよ。そうそう、 G303 だってやきもち焼いちゃいますよ。ふげ、何これ面倒くさ。うおー、面倒を見きれるもんもんもんだ。先輩が強行策に出た。こうなれば私も策を。じゃあ私が面倒を見ちゃおうかな。なんちゃって。ちょっと。どもども、ボネです。今回使用していく武器は、SR25。ナイツアーマメントとかいう、かっこいい名前のところが開発したライフルです。7mm NATO の DMR なので、弱いわけがないね。ちなみに DMR の動画でよく耳にする、セミオートマチックスナイパーシステム計画の狙撃銃はいろいろ候補が上がりましたが、実際採用されたのがこの銃です。つまり現実世界だと売れっ子のライフルというわけですね。今回はそんな銃でやっていこう。使用していく弾薬は M62。安くて反動も下がるので、これが一番強いんだと思ったけど、さすがに M61 の方が強そうです。持ってくる弾薬、ミスっちゃったかな。単発銃だし、何より今猛烈に M61 が撃ちたい。せっかく周りが散財ムードだっていうのに、何をやってるんだ私は。ぬぬぬぬぬ。まあ弾薬は今更どうにもならないので、黙ってやっていきましょう。それに M62 は強いんだ。というわけでいつもの建設現場に侵入。ここのボスなら安定して勝てるし帰れるしで寄りがちです。マップの中心地だし、ね。まだ来てる人はいないのかな。ちょっと漁ってたんですけど、ボスもいないし、人もないですね。さっきから微妙に量で銃声してるので、そっちに向かっておきますか。ほら鳴ってる。意外と近いのでは？バス付近っぽい。あ、いた。あ、あれ？オッケー。見てた方向にいるのかな？さっきの銃声的に量が怪しいけど、それより近くを見てた気がするんだよね。左回っときます。おっと？オッケー。そしてあっちを見てたね。とりあえず同じところを覗いてみるゲームだ。と、思ったけど仲間がいる。まあ、デカバッグの重装だったしそうだよね。詰めてった。ってことはやっぱりまだあっちにもいるのかな。どっちかのチーム撃てないかな？お？撃てそう。そこ、え？おお、オッケーオッケー。あそこまでクリアリングできたってことは別の敵は下がってるでしょ。ささっと漁ろう。いるなぁ。向こうのパーティーは戻ってきてないな。多分この三連タンクのどこかにいる。相手もこっちには気づいてる。でも足を止めちゃってるんだよね。どうやって攻めるか。よし、グレネードで音消ししつつさらに左からだね。ってこれ自分のところに落ちてこないよね。
やばいやばい。あ、なんだ、いい感じじゃん。その調子でもう一個。今のはちょっとビビりすぎたかな。とりあえず移動できそうなところまで行っちゃいます。バレてないといいけど、爆破音で移動って気休め程度なんですよね。あ、でもスカルに撃たれてる。これは有利に戦えそうな雰囲気。この隙にどんどん前に行っちゃいましょう。左タンクはいない。じゃあこっちは、いた。な、外した。うおー、逃さん。オッケー。まだ仲間いたりするのかなと思ったら撃ち合ってる。スカブさんっぽいけど、撃たれてる側はどこだろう。とりあえずグレネードだ。あのトタン裏までは進みたいな。グレネード投げてる。ってことはまだまだいそう。ああ、見つけた。二人だ。今ので手応えなしって、マジですか。二人とも普通に隠れてたよね。できれば一人は持っていきたかった。がー、仕方がない。気合い入れていこう。さてとどこに行ったかな。さすがにこのまま前へ行くのは多分辛い。少しずつクリアリングするなら右からかな。よし、右回ろう。この上だけ怖いね。ここにさえいなければよしよし。そんなに動いてないのかな？全然見えない。進めそうだね。一応こっちも確認。よし、あとはプレハブ裏ぐらいなもんじゃないかな。隠れるとしたらそこな気がする。そこか。あら、いない。ってことはどこだろう。まだ見れてない場所って言ったら、ここの瓦礫の裏とか。グレネードは残り2つ。一個はここに使っちゃえ。足音なし、外れか。あ、倒せたけど、完全に無関係の人ですね。もう一バレしたし強気に行こう。こっからジャンプで見ちゃうよ。いないね。ならやっぱりプレハブのところでしょ。右はいない。絶対そうだ。プレハブに二人組。捕らえたぞー。あれ？いないんですけど。そして謎に現場に残されたブラックジャックだけど、上にもいなさそうだもんね。本当にどこ行っちゃったんだ。アーマー抜かれてる。ってことは誰か漁ってるよね。それ以外は手をつけてないみたいだけど、下のブラックジャックの持ち主がアーマー取っていったっぽいけど、わざわざこのブチとブラックジャック捨てて相手は逃げるかな。まだ
だ近くにいそうな気がする。やばい、立ち上がったら撃たれそう。ほ。セーフ。隠れてるならこっちの方でしょ。あ、スカブさんが泣いてる。と思ったけど私に反応してた。やっぱりいないのでは？考えすぎだったかな。まあ帰って来られてもあれなんで、早いとこ漁って帰ろう。あ、来た。そこか。もう一人はどこ？ああ、左回ってるのか。聞いてったしこっちからだね。やば、間に合え。おお、よし来い。あ、あ、ああ。ちょっとスカブさんのせいで集中できないよ。今倒せたのに。ここなら集中し放題。オッケー、これで終わりだ。うわあ！ちょいちょい、待って待って。はあ、ヒヤヒヤした。ここまで来てスカブに倒されるのだけはごめんだよ。じゃ、アサリタイムに行けるかな？お、いいね。このアーマー着てる人初めてだな。ま、耐久低いんで放置です。わかんないけど元はもっと高かったよね。フルアーマーなんてなかなか着れないからな。謎です。デカバッグに詰めていきましょう。デカバッグ2つあったんで、ちょっともったいないですね。よし。リグカルテット、完成。全部ブラックロックなのでクオリティ高いですよ、これは。やっぱ侍にしよう。よし、時間もやばいし帰るよ。危ない危ない、この子を忘れるところだった。ということで今回は SR25 を使ってみました。手軽でカスタマイズ性も高くて、多分今季最も人気の DMR だったよね。骨調べだと以前に比べて持ってる人が多かった印象。今季はそもそも単発銃が使いやすかったしね。DMR 自体が人気武器なのです。ということで今回はこんなところで、おニューのマウスと SR25 と共に、ご視聴ありがとうございました。